こんにちは、くんです。ということで今回は、皆さん親に過保護なことされて育ってきた子多くないですか？50人クラフトって、マチャカリの親ってめっちゃ過保護っぽくね、わかる？めっちゃ大事にされてそうな感じみたいな、肉しか食わせてないし。確かにそんなみんなの、50人クラフト、過保護エピソード選手権、ない人は親とのエピソードなら何でも OK 選手権です。結局何でもいいです。はい、じゃあ1人目いきましょう。イニン、親がヤバかったエピソード大喜利って聞いたんですけど、あ、全然いいですよ。それでも久々に実家に帰ったら何食わぬ顔で野焼きしてた。ちょっと野焼きって犯罪ですよね。まあ田舎はね、まあセーフなんで、そういうまあ犯罪要素あるけど、まあ田舎野焼きするよね。でもいや全然近所も野焼きしてるから、まあドラム缶でめっちゃ新聞紙燃やしてた。するまあ田舎警察いないし、まあなんか自主的なルールでなんとかしてるみたいなところあるから、まあありだよね。まあ国も違うし、まあ田舎あるあるです。犯罪普通にやっちゃうみたいな。ベロム、飯食う時間も風呂入る時間も母親の中で決めててずれると怒る。うわー深夜にいつまでも起きてると寝れないと言って切り始める。土日でも掃除機がけるからと叩き起こされる。大学生になってバイトとか飲み会で遅くなると帰ってきた時の音がうるさいと寝れないと切れる。健康にいいからとよくわからん植物性肉とか玄米を出す。気に食わないことがあると父親に当たる。一人暮らし最高、実家二度と戻らない。あールール系ママは結構きついな。ルールある系、自分の中でめっちゃ決まってるみたいな。うわ繊細なやつか、ちょっときついな。時間合わないと家事も思い通り進まないのよ。金にがめついベロムが一人暮らしてるのはそういうことか。何それ、金にがめついって必要だった？その紹介必要だったかな。なんか金にがめついベロム。次、ゲジ、4年前同棲してたんですが、1月1日予告なしで家に来て、明けおめ元気とだけ言いに来た。当時の彼女は困惑して死ぬほど謝った。元気って言って帰っていったの。すごいね、なんかテロ行為、怖っ。いきなり来んの怖いな、びっくりするな。それは謝るわ、いろんな親がいるな。デビット、うどん食べて喉詰まって息ができなくて死にかけた時、親が目の前でゲラゲラ笑いながらこっちを見た。リアルの数秒わからんけど体感30秒ぐらい息できずに苦しんだ感じた。マジで助けろと思った。結果よだれダラダラ垂らしながら呼吸困難でヒューヒュー言いながらなんとか自分の喉に手を突っ込んでうどんを取った。田辺さんみたいな親ですね。田辺さんは誰かが炎上したり、50人クラフトで帰りの会で結構神妙なムードになると爆笑し始めます。ざまあ見ろみたいなことをテンションで爆笑し始めます。マジで人じゃないです、あいつは人じゃないです。 MS、人参星型に切られてる。かわいい、めっちゃかわいいじゃん。もう20だよ。お弁当作ってくれんの？お弁当作ってくれない？さすがに大学生だったらお弁当は作ってない、なし。小さい頃テーマパークに遊びに行った時、泣いてる子供がいたからどうしたんだろうってつぶやいたら、お母さんにどうして他人のことばっかり気にするって人混みの中で怒鳴られた。あれだけ今思い返しても理解不能。まあ確かにちょっと理解不能かも。どうして他人のことばかり気にする、ちょっと理不尽すぎる。マジで最高感じた。ちょっと怖いな。何言ってるかよくわかんねえや。似てるね。チュッパくん？チュッパくん？ゴッドコータン。親からの保護は適切なので過保護エピはない。変なルールある。不吉なことを言ったり、出現しまった直後にキャンセルと2回言うとチャラになるっていう魔法のおまじない。俺らも使う？これから。キャンセル。それ50人クラウドに導入する？なんか言ったらキャンセルっていうとか、それいいな。収益も剥がれないかも。誰かがこうチュッパが今死ねって言ったらみんなでキャンセルっていうみたいな。いいね。なんか誰かが言ったらキャンセル。そんな感じだった。すごいな。キャンセル。もう一個いい？あ、いいよ。昔ママが僕のバカな声を叱るとき、そんなことバカでも、でもそれ差別発言らしいよって指摘したら、笑いながら自分の親が使ってたから使っちゃってた的なことを言って、二度と言わないって約束になった。これはキャンセルだな。これはキャンセル。次、チュッパ。遊びに行こうと思ったら、あんた〇〇の方には行ったらあかんよ。あそこは拳銃があって治安が悪いからね。その他治安の悪い場所をバカみたいにしてて、それをめちゃくちゃ教えてくる。キャンセル。ベロム、ダメだそれは。そうだね、使い方分かってきたかな、みんな。ダビット、小学生の時です。当時中田がどっちのラムパン
アメリカ強盗団が乗ってそうなバンに乗ってね、バスと正面衝突事故しましたが、バンは窓ガラスが割れるぐらい、父親も大きな怪我をしなくてよかったです。アメシャ強し、親ガチャ当たりな気がします。ダッチ、そんなん乗ってたの？こいつんち金持ち臭いんだよな。ラビントンち金持ち臭くない？なんかたまになんか鼻につくんだよね。なんか1階建ての家に住んでそう。あー、クソでかい1階建ての家、地方の。あね、俺の中で1個定説があって、建築できる子育ちいい説みたいな定説あるんよ。建築できる子親金持ちな子多い説ありそうじゃない？なんかそんな感じしないか？そんなことない。あー、なるほど。まあまあ、そうそう、まあまあ多い説だから、まあまあ多いだけで全員とは言ってないから。ハムからも金持ち感感じる。すげえわかるよな。暇人さん別に建築税じゃないから関係ないよ、この話に。別に暇人さん絡んでこない。別に建築税じゃないんだから絡んできません。マローネさんとかタコメーカーの御曹司らしい。タコ開発してんの？そうなんだ。そう、なんか建築できるやつ育ちいい、建築できるやつの親金持ち説みたいなのはね、絶対ある。なんでだろうな。ちょっとさ、嫌な理論提唱していい？お金持ってる親ってこう学力とか創造性が社会で生きていく上に大事って分かってるから、子供にそういった教育を施して、創造性が伴われる教育とか活動を施されるからし、あと遺伝子のレベルでも多分お金持ちってことはお金持ちになれた原因があるはずだから、まあこうなんか優秀な遺伝子が流れてる可能性があるから、こうやっぱお金持ってるからこそこう創造性があったり優秀な人間が生まれるっていうことが連鎖してってるから、まあ、つまり逆もしかりみたいな。貧乏人は創造性にかける余裕がない。あ、キャンセル。ありえる。久しぶりに実家に帰ったらいつまでも結婚せずに遊んでるんだったらスリランカで嫁見つけてくるぞって脅されてる。実際に去年スリランカに帰った時お見合いさせられそうになったけどバックレた。やっぱまあスリランカ家族大事だからなのかな。スリランカ要素って家庭大事でしょ多分。家庭家族大事だから独り身とか許されないんだよ。スリランカ、それも呪文もしかして。田辺、母親が喧嘩こじらせてる。連絡するとちょいちょいネットのどこかで拾った喧嘩話をされては適当に流すことが。うわ、きついな。親が寝とうよ、親が喧嘩きついよな。なんかさ、俺のさ中学の友達の間でさ、とある親の友達の親がフェイスブックあるんだけど、めっちゃちょっとネトウヨのちょっと有名なアカウントでみんなクソネタにしてるんよ。なんか会うたびにあいつの親父のあれ見たみたいな、あやばいぞとかって言ってクソネタにされてるんよ。なんかそれ見るとなんかこうちょっと面白いんだけど、あー親がそうじゃなくてよかったってちょっと思う。なんか K-POP 叩きとか、そう、あの紅白で韓流アイドルに苦言呈し始めてちょっときついよね。だいぶ厳しい。そういうのあるよな、ネットで真実みたいな。きついよね。次、暇人、休学の終わりが近いため休学後について大学の教授から電話が来るが無視している。そのため親に全ての電話が行く。自分はその事実を知っているが、自分が全部処理してできると信じているためそのことを怒っていない。信じてくれている優しさ。最近仰々しい封筒が大学から届き始めた。暇人さん、知ってる？大学を辞めるにはいくつか種類があるって知ってる？一つは卒業、一つは退学、もう一つは除籍っていうのがあるんだよ、暇人さん。知ってる？除籍って。あの席が抜かれるって除籍っていうのがあって、中退でもないみたいな、それ書かれてた。中退ですらないみたいな。これはキャンセルできないですね。これはキャンセルできません。次、アリエヌ、母親が定期的にホームレスや不老者を拾ってくる。拾ってきて雑用みたいなことをさせようとするけど、いつも物を盗まれて飛ばれたり問題が発生してる。なんかもう日本の話がない。スリランカ実際日本の話じゃないので、まあそうなんだろうね。多分そういうことが起こってるんだろうな。ハイキング、小学5年生の時、平日は絶対ゲーム禁止だから土日は朝4時に起きて深夜までずっとポケモンやり込んだりして友達に追いついてた。ゲーム縛られた心の反動が今来てる。あのね、禁止ってマジで意味ないよね。教育において、教育における何かの禁止ってマジで意味ないんだなって気がする。物欲の禁止も意味ない。あの俺なんか親に物買い与えられまくったから物欲ないんだよね俺。あんまりなんか物が欲しいってあんま思わないんよ。そこまでコレクション要素とか物に対する執着があんまなくて、
だからなんかね、なんか変に縛りプレイするのよくない、多分。俺ゲーム縛られてないけど、ずっと反動来てる。将来考えない幼少期にコンプレックス持たせてるからダメ。確かに。陰キャ転生もクソ買われてた。知り合いでさ、物買ってもらえなかったみたいなのの反動でさ、文房具クソ好きなやついて、なんかめっちゃ文房具買いたがるみたいな。でも使わない大人だからみたいな。知り合いでいるんだよ、一人。文房具野郎が。すぐ鉛筆とか定規とか、なんか買いたがるんだけど、結局買っても絶対使わないみたいな。全然使わない。別にマニアでもないんだけど、なんか買いたがるみたいな。そう、子供の頃の反動で、なんか買ってもらえなかったみたいなので、ポストイットの買いたがるみたいな。子供の教育は難しいってことだな。単純にやめさせりゃいいわけじゃねえっていう。にじわごさん。ん？なんだ？止まったぞ。あれ、これキャンセル？もしかして。なんかキャンセルされた？あー、キャンセルした。キャンセル、キャンセル。くんさんだけ落ちた。え？マジ？で、戻ってきました。にじわごさん。高校の頃どうしても朝起きなくて 毎朝青い戦ってた。最初は怒鳴られるぐらいで済んだけど、ある日の際に無言で顔にコップ一杯の水をドバドバかけられる。ほんと溺れそうになるからきつかった。毎朝溺れるみたいな。やばいな。スパルタだな。でもそれぐらい大変だったんだろうな。水は効くだろうな。高校で自分で起きなかった虹屋子さん、ちょっと可愛い。確かに。ノエルくん。目の離れたとこだと不安だからという理由で、修学旅行で東京行った時も GPS を持たされ徹底的に監視。LINE で絶対ここで迷ってたよね、ここにいたよねと連絡来て、本当にいろいろ悲しくなった。優勝かな、今回の優勝者現るかな。これはこれは現状トップだね。だいぶ辛いな。ズバ抜けてるわ。多分よく親からお金貸してって言われる。今日も3000円貸した。レベル高いね。レベル高めだね。牛島くんみたいな感じのノリか。すごいな。ノルチャ。子供の頃親が厳しく、髪型をお下げ、小学校に行った。いつの時代の話だ一体。白いブラウスに紺のプリーツスカウトの白い靴下、なんだそれ。いつの時代だそれ。すごいな。世界観すごいね。オールウェイ三丁目の夕日って感じじゃない？わかる？わかるにゃ。本当にうるさかった。次、鈴音。親ないから祖父母でもいい派。大丈夫ですよ。もちろん。昔病気で入院した時、これを飲むと良くなると言って、お寺からもらってきた仏像から出した金メッキを飲まされた。さすがに父親も母親もドン引き。小分けに何個かに包みに持ってきて、目の前にいたから最初の1回だけは飲んだけど、残りは親に捨てさせた。怖っ。やっぱ、こう、信仰もちょっと行くところまで行くとまずいんだな。確かに重金属中毒になりそう。アルゴン。毎朝4時ぐらいから2時間ぐらい念仏を唱える。え、念仏？軽度の反惑、あと党員。え、公明？あ、アルゴンってそうなんだ。あー、そうか。なかなかだね。エリートの血筋流れてるな。やっぱ50人クラフトに来るべきして来たって感じだな。そうかではない。え？いや、違う、ありえる、そっちじゃない。初かも。参加税初かもよ、それは。アルゴン、多分。参加税初かもしれん。次行こう。うん。小さい頃、家事手伝わされて、やり方わからないから、どうやるか聞いたら、そんなこともわからないのかって理不尽に殴られた、小5の時。かわいそう。昭和じゃん。自分が精神的に不安定で不登校になったんですが、毎朝玄関まで引きずられて殴られて、顔にクーパンを食らう。えげつない力で耳を引っ張られ、痛い思いをしたり、一回だけ耳元に当てられた。最近はそのようなことはなくなったが、自分は何もしてないのに妹の音が悪くすると夜中でも構わず止まってうるさいし、近所迷惑で恥ずかしい。あと親の気分がいい時と悪い時。すげえ、なんか暴力の世界だな。なんか昭和だな。つらいな。小学生の時は細かった。強くなれ。なかなか重てえな。次。小野家は反抗期の時、えぐいぐらい喧嘩が暴力的だったので、ヒートアップするとマジで生死に関わった。小学生の時はうふぜのまま真冬の山形に放置。すごい、ロシアンスタイルだな。なんかクソ寒い玄関で朝まで正座とかよくあった。中学生になって私も力をつけると刃物が飛び、陶器の皿も投げ飛ぶは遅刻だった。足に刺さり血が止まらなくなって部屋を血だらけにした日が一番記憶に残ってる。今はチェーンソーマン全開呼んでくれるくらいちゃんと仲良しです。グランドセフトオート山形シティストーリーじゃん。すごいな。まあ反抗期の時の反動で仲良くなったりするよね、親と。基本的に
まあそんなもんなんじゃない、まあまあその程度はすごいけど。ドルブス、別に親はやばくないんですが、小学2年ぐらいの時、お菓子か何かないかとキッチンを物色した時、ローリエと書かれた葉っぱの入った袋を見つけ、当時の僕はこんなダイレクトな葉っぱが料理に使われるとは知らず、やべえ薬物だと思って必死にローリエが何か調べたことがある。かわいい。平和エピ来た。平和エピでいいね。リケも、わけのわからないミネラルとかいう錠剤を勝手に飲み物に入れてくる。あれか、アレルギーが治るからとよくわからんセラピー、かっこアラテックセラピーとかいうやつに連れてかれる。水銀が入ってるなどワクチンの危険性をめちゃくちゃ説明する。ソースは YouTube。 やべえな、なかなか気合入ってるね。結構さ、みんなの親の代ってさ、なんか半枠来る世代だよね。結構ネットで真実世代じゃん。結構ネットで当てられちゃったみたいな感じのになりがちだよな、親が。ネットで真実気づかされる世代みたいな。 LINE にそういう動画よく貼ってる。貼ってくる。これ見なさい。俺たまにディベート始める。あーきついな、親とそういうディベートしたくね。長月、過保護エピソード、今も朝起こしてくれます。シンプルにこれです。助かってます。僕は今年26歳なんですが、朝よ起きなさいって言って、はーい、朝起きられん。なかなかいいエピソードだね。ほっこりエピソードじゃん。うちの過保護エピソードなんだろうな。細々とした過保護エピソードはたくさんありすぎてわかんねえな。うん、まあよく言ってる YouTube やるって言い始めたら泣き出したことぐらいじゃないかな。まあ泣くか。まあいやでもなんかまだちょっと他の動画で使うからネタバレになるから言わないんだけど、まあとあるところに行ったのよ。父親も行きたがってたところだったから、それ行ったよって言ったら、おお、リアルジオゲッサーやんって言って返してきて、なんで知ってんだっていう。ちょっと待って、なんで知ってんだって。あのジオゲッサー見てるだけじゃなくて、リアルジオゲッサーっていうフレーズを知ってんのがやべえなと思った。あと1月4日に来たお母さんからの LINE、 ケンちゃん大丈夫？ツイッターを見たお父さんがずっと熱出てるらしいぞって言ってたので、熱は下がってきてるの？無理しないで解熱剤を飲んで消化のいいものを食べてゆっくり寝てね。今日シフォンケーキを作ったので送ります。お母さんより。あんまり好き勝手ツイートできないよ。で見てるんだよねツイッター。息子の情報源ツイッターっていう。送るって写真、いやいや冷凍で送るっていう。っていうことです。コメント欄にみんなの過保護エピソードを書いてください。みんなで見ようと思います。参加勢みんな見てます。面白かったらね、もしかしたら参加勢になれるかもしれないです。みんなもね、お父さんお母さんのエピソード書いてください。キャンセル。それもいいな。そのフレーズちょっと流行らせたいよな。なんか誰かが言い出したらキャンセルって言って流すやつ、ちょっと良くない？誰かが何か言ったら流すみたいな。なんか、あーとか言って流すじゃん。そうじゃなくて、もうキャンセルって言って流すみたいな。不吉な例え話とか言った直後に使う。キャンセル。しかも使いやすいしね、めちゃくちゃ。使い勝手良さそう。はい。ということで、ジジです。バイバイ。